伊達康史州は、伊達政宗から数えて18代目の伊達家当主。伊達氏、宗家34代当主。伊達貞宗の子として、東京に生まれる。東京育ちだったが、父の死後仙台に移り住んだ。宮城教育大学中退。1987年には、初代仙台藩主、政宗の生涯を描いた、NHK 大河ドラマ、独眼。 竜正宗の監修も担当し、オープニングでもクレジットされ、第21回、修羅の母の冒頭で、伊達正宗公352円期法用の模様を紹介するところで、インタビューで出演した。また、1994年に、安土桃山時代に絶縁した旧広島藩主、浅野家と398年ぶりに、和解の茶事を取り行ったことでも話題になった。 学芸員の資格を持ち、伊達やゆかりの歴史遺産等の修復等も手掛ける、歴史の専門家である。随宝電資料館の館長、伊達新山文庫主催、東北放送文化事業団理事など多くの役職を務め、精力的に活動しており、正宗関連グッズや長谷倉常長関連グッズで、手広く商売をしているが、家紋を商標登録したことには、賛否両論がある。 毎年5月に開催される仙台青葉祭りでは山ぼこに乗った仙台市長、スズメ踊りの仙台市民らに先んじ、大パレードの戦闘集団として更新する武者行列の戦闘を歩く。ありがとうございます。